俺の名前？俺の名前はフィンセント・ファン・ゴッホ。みんなはフィンセントって呼ぶかな。ひまわりを描いたあのゴッホですかって。うん、そうだよ、よく知っているね。それじゃあ、そんなあなたにこの世界のことを教えてあげる。本当はあまり人に知られちゃいけないことだから、みんなには内緒だよ。ここは19世紀のフランスの深い深い森の中、そこに一軒のお屋敷があるんだ。そのお屋敷には俺を含めて12人の男性が住んでいるんだけど、実はある大きな秘密を抱えている。その秘密は全員が歴史に名を残した人物だってこと。ナポレオン、モーツァルト、レオナルド、ジャンヌ・ダルク、みんな俺の大切な同居人なんだ。どうして生きていた国も時代も違う人たちがみんな同じ時代に生きて一緒に生活しているのって。ごめん、その説明がまだだったね。俺たちにはもう一つ秘密がある。それはもう一度生を受けるために屋敷の主と契約を交わし、ヴァンパイアとしてこの世界によみがえった存在っていうことなんだ。どうしてもう一度生きようと思ったのかはみんなそれぞれ理由があるみたいだけど、俺がよみがえった理由は少しぼんやりしていて恥ずかしいから秘密ね。今はもう一度生を受けたことに感謝しているよ。そのおかげで最愛の人に出会うことができたから。その子はある日時空を超えてこの屋敷に迷い込んできた。人は偶然だって言うかもしれないけど、俺はこの出会いを運命だと思うんだ。今ではその子は俺の大切な恋人だよ。あ、もうそろそろあの子が目を覚ますみたい。これは俺と愛おしい恋人との穏やかな一日の物語。